関ヶ原の戦いから15年後、豊臣家は幕府を開いた。信行は家康の目指す太平の世を完成させるため、諸大名と共に軍を率いて大坂城を囲む。大坂城に籠む浪人たちの中には、関ヶ原の敗戦後、九度山に蟄居を命じられていた雪村の姿があった。 真田の将、大坂の陣。この手で守ってみせる。今も続きます。 死守すればならない。サラダの心得た。怪我さずに済んでよかった。 危ないところを助かった。敵にしろ味方にしろ、真田は侮れない。お手の味方につきいいもの味方のくせ。信行様、ここは今。味方も苦戦しておるか。さすがは雪村よ。
こちらは大筒にて敵を崩す。準備急げ。このままではまずい。急ぎ大筒拠点を落とし、堀木を食い止めよ。任せて。さあみんな、縦に分かれて出撃よ。 ジャマはさせない。あと。承知いたしました。持ち物、イナが成敗いたしました。サナダのな、怪我さずに済んでよかった。 真田丸、双方に大筒を打ち込め。 踏み込むぞ。
家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い。勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と血はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村私が守っていく。